バーテンダーの山内聡です。家飲みカクテル、ご自宅で簡単に作れるカクテルを紹介していきます。今日はビールを使ったカクテルでパナシェというものを紹介したいと思います。ビールとレモン系の炭酸飲料を1対1で割ったカクテルです。まずはじめにビールを注いでいただきます。ビールは缶ビールで構いません。それに、お手元にあるレモン系の炭酸飲料、大体同量で注いでいただいて、これでパナシェが出来上がりますが、ちょっとここで一工夫なんですけれども、ガムシロップをちょっとだけ足していただくことによって甘みが増して非常に飲みやすい口当たりになります。話いかがでしょうか。